おかえり、バンのけ。バーン。食卓に毒を盛り合う夫婦、バンのけの妻、うんちゃんです。今日は金曜日でございます。バンのけの金曜日といえばカレーの日でございます。今日はココイチのカレーを2人で食べる予定で、カレーを今バンディさんが買いに行っています。結構遠くまで買いに行ってもらってます。で、今日何をするかというと、極激辛でございます。新発売したからにはね、これを食卓の食事に盛らないとね、いけないと思ってね、買ってきました。カレー多分チンすると思うんで、チンするときにこの辛いソースをね、盛らせていただこうと思います。盛らせていただこうと思います。激辛ドッキリでございます。カメラ、隠しカメラをね、セットしたいと思います。バレないように頑張ります。ちょっとね、これを開けてみようと思います。うん、同じですね、いつものやつ。おお、前回は黒だったけど、今回はカレーだから黄色なのかな。激辛、極激辛カレーソースですね。これをね、結構量ありますね。これをココイチのカレーにね、入れます。ココイチの作ってくれた人ごめんなさい。でもこれ入れたら美味しいかもしれない。あとは一緒ですね。おかえりお腹が空いて固まってました。お腹が固まるんだって。はい、買ってきました。結構冷めちゃったもん。すごかった。全然帰ってこなかった。私が待っていたんです。温めた方がいいかもね。紹介してくるわ。お腹空いたね。温めるよ。温めるよ。これ何？らっきょう。おお、これがバンディです。これは今日のね、私はね、スープカレーで、バンディはこうとんかつカレーになってる。チーズとか乗ってるじゃん。チーズとか辛みを抑える成分なんじゃないの。先に入れてチンするか。俺は今日ね、結構リッチにいろいろトッピングしたの。そうなの。ささみカツだけにとどまらず、うん、ほうれん草とチーズも入れてやったよ。この麺結構めっちゃ見やすい。あ、699円プラス608円だから1000円。そして俺サラダも頼んだから2000円1人で。高級料理店か。すごいね。できたよ。できた。うん、はい。お酒入れてよ。はい、じゃあ、うん、そう、はい、乾杯。はい、
ただきます。うん、うまいね。うん、牛からってこんな辛かったっけ。うまうまいのか。うまい、結構辛いね。あれ、1からってこんな辛い。これも4からの最大だね。辛っ。あれ今すごい辛いとこあったよ。痛い。絶対なんか間違えてるよ、これ。まあ、でもうまいけどね。辛いの好きな人にはいいかも。なんか思い出さない、なんか。懐かしい感じ、思い出さない、その。美味しいカレーが辛い。あら、うまいね。でも辛いよね。汗がすごい。辛いよね。なんかしたん。ピチピーター。出たー。今みんながやってる、ペヤング5級クラカレーだ。そうよ。入れた。ソースを。それは分からんわ。ただ辛くなってるだけだよ、これ。辛いよ、これ。私、やばかったもんね。いや、だいぶ辛いけど。いやだ、やばい。ソース感もないし、ココイチの風味も殺してないの。めっちゃ辛い、美味しいカレーなんだよ。めっちゃ辛いよ。牛乳飲む？飲む。多分、ちゃんと混ざってなかったんだよ。そうなんだ。うん。なんかね、どんどん辛くなってるよ。あー、涙がすごい、くれしそう。やばい。何これ、これ何ですか。甘い牛乳です。ドッキリでした、残念。逆に言ったら、これに入れたらみんな食えるってことだよ。これ辛いのね。2個入れればよかった。だんだんバグってきた。うん、ココイチの味は殺してないんで。そうか、マジマジ。バレずに辛くできて、ちょっと仕返ししたい人がすればいいかな。すればいいと思う。マジマジ。わからないふりをしたら、え、店員さん間違えたんじゃないってずっと言い続ければ多分通る。なるほど。以上です。うまい、うまいけど辛い。じゃあ閉めてください。まんまと今年もやられております、バンディです。どこを盛り合う夫婦です。俺持ったっけ、なんかわさび持った。あ、そうだ。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録お待ちしておりま す。俺の顔がでかいと思ったら、ハゲてるなと思ったら高評価もお願いします。AGA に通いたいと思いますので、皆さんたくさん見てください。辛くて変なこと言ってる。あー、すごい、顔が男梅みたいになってる。あ顔が男梅みたいになってます。それじゃあ皆さん、いってらっしゃい。